コールドストーンクリーマリーのネオンサインコールドストーンクリーマリーはアイスクリームのブランドである。本部はアメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデール。最大の特徴はオーダー後にアイスクリームとナッツやフルーツなどのミックスインを引く摂氏9度に冷やした三影石の上で混ぜ合わせ、客ごとに1品物のオリジナルアイスクリームを提供するというものでブランド名の由来にもなっている。 独特の高級感と、客の目の前で混ぜ合わせるというパフォーマンスを売りにしている。アイスクリームのサイズは、小さいものから順に like it, love it, gotta have it, び持ち帰り用のテイクアウトパイントと呼称される。アイスクリームのオーダーに際して、最大サイズの gotta have it オーダー及びチップの支払いがあった場合には、クリマールがアイスを混ぜ合わせながら、 メイク・ピープル・ハッピーの気持ちの表現として歌を歌うサービスを行っており、陽気なメロディに乗せて従業員全員が歌うことがある。主に歌われるのはミッキー・マウス・マーチ、ハイホー、ウィッチ・ドクター等の替え歌である。日本の店舗ではサイズの代償やチップの有無に関係なく歌が歌われる。ただし、歌を聴きながら待っているのが恥ずかしいという客にも配慮しており、 客側から歌をキャンセルすることもできる。1988年に、ドナルド、スーザンのサザーランド夫妻によって設立され、アメリカ合衆国のアリゾナ州店舗で開業。1995年アリゾナ州通村に、フランチャイズ1号店を出店して、以降、全米各地に1300店舗を超える店舗を出店し、一大チェーンとして発展した。ニューヨークタイムズスクエアに、 機関店を持ち、アラスカやハワイ、カナダ、カリブ海地域、グアムやプエルトリコにも出展した。六本木ヒルズ店2004年、ローレンス・モルツが相談役パートナーに就任。沢田隆にコールドストーン・クリーマリーを紹介し、2005年に沢田がコールドストーン・クリーマリージャパンの代表取締役会長に就任した。2005年11月3日、 初の米国外進出台1号店舗として東京都港区六本木ヒルズに出店した。日本での店舗展開は順調で最盛期は北海道から沖縄に及んだが2010年代後半以降は急速に縮小し2020年12月現在は7店舗を構えている。さらに2006年7月15日には韓国ソウル中心部の小路地区へ出店し アジア地区への浸透を進めている。日本ではコールドストーンクリーマリージャパン株式会社が運営していたが2014年1月8日に築地銀だこを運営する株式会社ホットランドの完全公会社となった。ありがとうございます。